どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回もやっていきましょう。1月から6月の推し銘柄を振り返り、ぜひ飲んでほしいおすすめウイスキー5000円というテーマで紹介していきたいと思います。今回はですね、私が2月に1回月末にお届けしている企画、買ってよかったシリーズの中から、このね、上半期の振り返りを込めて、1月、6月の中で特に印象に残ったものですとか、おすすめをね、まとめて振り返って紹介していきたいと思います。正直ね、それぞれ2ヶ月に1回振り返ってる中で、美味しかったものとかね、印象に残ったものを集めて配信をしているので、さらにその中から選ぶのね、すごく難しいんですよね。正直どれも美味しかったんです。なので皆さんも今回は2021年1月、6月の中で、特に印象に残ったボトルですとか、バーで飲んで美味しかったボトル、量り売りで買って美味しかったボトル、何でも結構ですので、皆さんもご自身の6ヶ月間を振り返りながら、コメントにね、書いていただけると嬉しいなと思います。今回はそんな1、6月の中で特に私の中に印象に残ったものとか、特にね、これは飲んでほしいなって思ったものを5つ厳選して紹介していきたいと思います。まずはね、最初に紹介していく3本なんですけれども、メーカーから出ているオフィシャルボトル、メーカーから出ている数量限定品なども含めて紹介しまして、そして後半の2つに関しましては、ボトラーズからリリースされているウイスキーを2つ紹介していこうと思います。通常のね、メーカーとは異なって、独立瓶詰め業者が、その蒸留所からウイスキーを買い取ってね、独自で熟成させたり、瓶詰めしているケースのこのボトラーズという会社から出ている2つのウイスキーをね、紹介してまいります。今回はその以前にも紹介した銘柄が中心に出てきますので、銘柄の紹介をがっつりするっていうよりかは、どんな特徴があるのかとか魅力などを紹介していきます。それぞれね、1月から6月に登場した銘柄が気になるという方は、概要欄にそれぞれ動画まとめてありますので、ぜひ参考になれば嬉しいです。さあ、それでは今回もですね、私の独断と偏見と経験と妄想で選んでまいりましたウイスキー5つまとめ紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。さあ、それでは1月、6月、特に印象に残ったボトル、それがまずこちらですね。もう登場して間もないシングルモルトウイスキーグレングラントのアルボラリスでございます。これはですね、まさに直近の5月、6月に買ってよかったウイスキーの中でも選ばれた1本でして、正直ね、私が今年の中でもう激推しNo.1クラスのウイスキーかなと思います。何よりですね、なんでそんな推してるかっていうと、まず値段以上のそのフルーティーさとハイボールにした時のその完成度の高さですね。これ飲んでるうちに、あ、そういえばこれ2000円台だったのかっていうのをね、驚いて改めて気づかされる一本でもございます。よくこう私はグレンモーレンジとかね、それからスペイサイドのカーデュー12年といったこうフルーティーなね、ハイボールとか、ハイボールで飲むととても柔らかくて飲みやすいウイスキーも好きなんですけれども、その感覚で飲んでるとね、あ、そういえばこれ2000円台だったのがすごいお得だなっていうのを改めてね、驚く一本でもございます。このアルボラリスっていう名前もね、すごく素敵なんですけれども、これはラテン語で木漏れ日といった意味がありまして、このグレングラント蒸留所の隣接している、そのね、庭園のところに刺す木漏れ日をイメージしているボトルでございます。そんなまさに木漏れ日のようなね、温かく優しい味わいを楽しめる一本なんですよね。まずはこれは入門のシングルモルトの一角にもね、入ってくる一本なんじゃないかなと思いますので、まだ飲んでないという方ね、ぜひ試してみてほしいです。これはやっぱりハイボールがね、個人的におすすめで、ハイボールにしながら、クリームチーズ&クラッカーとか、それからね、パイナップルとかが入ったピザとかもいいですよね。パイナップルとかベーコンとかコーンが乗っているような、このピザと合わせていただくのもすごくおすすめでございます。さあ、続いて2本目がこちらでございます。シングルモルトウイスキーザ・グレンリベットからイリシットスティールの12年でございます。これはですね、今年始まっての1月、2月で紹介したシングルモルトの1本でございまして、世界的にもね、有名なシングルモルトウイスキーザ・グレンリベットがその密造されていた時代の味わいっていうのを追い求めて、かつ創業者ジョージ・スミスさんのその製法ですね、当時の味わいなど、それをインスパイアされてできたボトルでございます。しかもグレンリベットっていうとね、すごくこうフルーティーさもあって滑らかで飲みやすい、シングルモルトのビギナーの方にもよくおすすめされているボトルなんですけども、これはね、そのグレンリベット好きの方にまさに飲んでいただきたい濃密なアルコール度数 48%、 そして冷却ろ過をしていないノンチルフィルタード製法で作られている一本でございます。なのでね、従来のグレンリベット12年とか、それからファウンダーズリザーブみたいな華やかで軽快で飲みやすいみたいなイメージとはかなりね、印象が変わると思いますね。さらに厚みのある香味とか、それからちょっと黄色い桃とかを思わせるような、かなりギュッと蜜が詰まったようなフルーティーさを感じることができます。これはもうね、ストレートでトクトクトクってグラスに注いだ瞬間から、あ、甘い香りがするっていうのをね、感動できる一本だと思いますし、オレンジとか黄色とかね、そういったフルーツが浮かんでくるような、かなり濃密甘口フルーティーグレンリベットのタイプかなとは思っております。当時はね、私5000円前後ぐらいで手に入れたんですけど、今 Amazon で見るとね、ちょっとお値段が上がって8000円ぐらいにはなっていたんですが、もしね、バーとかで見かけたりとか、あとは酒屋さんとかでね、定価で売られていたら、ぜひね、光の速さで手に入れていただきたいボトルでもございます。これは合わせるんだったら、ストレートで桃と合わせたりとか、バニラアイスにかけたりとか、あとはレーズンバターとかと合わせるのも定番ですが、これもすごく美味しいですね。フルーティーで濃密なグレンリベットということで、ぜひね、今年私の中でもすごく印象に残ったボトルでございます。さあ、続いてのメーカーから出ているオフィシャルボトルとしましては、最後の1本、こちら。シングルモルトウイスキーのグレンアラヒー10年の、これ、バッチ3というね、樽出し原酒タイプでございます。ですので、アルコール度数を調整したりせずに、樽から払い出したウイスキーがそのままボトリングされているという、なんとアルコール度数 58.2% もあるんですね。実はこのグレンアラヒーの10年の品番違いのバッチ4というのがありまして、これがね、2021年の世界的なお酒のコンペティション、ワールドウイスキーアワードっていうのがあるんですけど、通称 WWA なんて言ったりするんですが、その中でね、そのバッチ4っていうのが世界一のシングルモルトウイスキーに選ばれたんですね。そんなニュースもあってからか、このバッチ3っていうのがすぐに酒屋さんからこうメールが届きまして、じゃあこれはいい機会かなと思いまして買ってみたんですけれども、もうね、これはすごいですよ。一口でね、うっとりするような、しかも力強く厚みのある甘さと、あとはスパイシーさもね、結構ありますね。これに感動しました。このね、グレンアラヒーっていう蒸留所自体は、シングルモルトウイスキーのグレンアラヒーとしてはね、実はまだ新しいボトルでございまして、本当にね、最近出回るようになったボトルなんですけれども、今ね、まさに注目を集めているシングルモルトなんじゃないかなと思います。この品番違いのバッチ3の方に関しましては、シェリーダルはじめね、バーボンダルであったり、様々なウイスキーが使用されているんですけれども、中心にはね、こうちょっとシェリーダル熟成っぽいダークチョコレートとかね、レーズンみたいな甘い香りもありますし、それからちょっとオレンジピールのね、フレッシュな甘い印象もあります。こうギュッと甘みが詰まったね、濃密なフルーティーさと、後味にくるかすかなビターさ、それからスパイシーさのバランスがすごくいいですね。樽出し原酒っていうとどうしてもこうアルコール度数が高くて飲みにくいみたいなイメージがあるかもしれませんが、これはね、すごくフルーティーさとクリーミーさもあって、かなりしっとりと浸れる一本なんじゃないかなとは思います。樽から払い出された 58.2% というと、ちょっと構えてしまうかもしれませんが、オンザロックスで味わっていただいたり、ストレートだったらちょっとね、常温の水を加えていただくと、すごくこう華やかな香りがどんどん広がってきますので、これはね、時間をかけてぜひ試していただきたい一本かなとは思います。何か合わせるんでしたら、これはオンザロックスにしていただいて、レーズンチョコレートとか、あとはカカオ比率高めなビターチョコレートとかと合わせると、よりこのね、グレンアラヒーの中に詰まってるギュッとした甘さがですね、よりこう華やかに広がっていきますので、食後の時間にはね、すごくいい一本だと思います。さて、ここまではですね、まずメーカーから出ているオフィシャルボトルであったり、数量限定品を紹介してきたんですけれども、続いての2つに関しましては、ボトラーズから登場しているウイスキーを紹介していきたいと思います。さあ、それでは続いて合計4つ目のウイスキーがこちらです。シングルモルトウイスキーのストラスアイラー9年のアルマニャックカスクでございます。これはですね、5月6月なので割とね、直近に手に入れたボトルの中でもすごく印象に残ったボトルとして紹介させていただきます。このストラスアイラっていう蒸留所がね、実は今ではなかなかその蒸留所からね、オフィシャルではボトルが出てなくって、正規でメーカーから出ていた12年ものとかはね、すごく今希少価値が高い、ちょっとお値段がね、高騰しているボトルとなっております。なのでストラスアイラからね、ウイスキーが出るとやっぱりこうファンの間ではちょっとこうざわっとしたりとか、手に入れたいって方も多くいらっしゃるんじゃないかなとは思いますね。そんな中、9年熟成の若い熟成でありながら、珍しいね、アルマニャックの樽で熟成した1本というのがリリースされました。このアルマニャックと言いますと、フランスで有名なね、アルマニャック地方のブランデーのことを指していまして、その秋だれで熟成したタイプということで、なかなかね、これ珍しい一本なんじゃないかなと思います。現在はこれはオフィシャルで出るっていうよりも、そのハートブラザーズ社っていう会社から、ストラスアイラ蒸留所のウイスキーを買い取って、それがアルマニャックだるで熟成された一本としてリリースされております。このストラスアイラに関しましては、もうね、ボトルを開けてグラスに注いだ瞬間から、オレンジとかね、蜜が詰まったリンゴとか、アプリコットみたいな、かなり甘い、フルーティーな、豊かな香りが広がりますし、ちょっとこうね、ジャムっぽいイメージもあったりするんですよね。ちょっとね、こう、シロップをかけたフルーツとか、あとはクリーミーさもかなりありますね。ほのかにこう、メープルシロップを回せるような、クリーミーで滑らかな印象もありますし、今日の中では一番こう、甘口フルーティーな部類になるんじゃないかなとは思います。珍しいストラスアイラのウイスキーであるということと、さらに珍しいアルマニャックダル熟成のね、ウイスキーがこう掛け合わさってできたボトルなので、これはぜひともお見かけの際に試していただきたいかなとは思っております。何か合わせるんだったらストレートもしくはオンザロックスね、1個ぐらい氷コロンとストレートのテイスティンググラスに入れていただいて、アプリコットのドライフルーツとか、あとはこうフルーツがねカットされて入ってるパウンドケーキとかもすごくありますので、これはぜひやっぱりスイーツと合わせていただきたいですね。さあ実は最後の5本目に行こうとしたんですけれど、番外編でねちょっとどうしても紹介したい2本があるので紹介していきましょう。それがこちらの2本ですね。まず1つ目が番外編1本目、リンクウッドの12年。これはね、通常の花と動物シリーズのリンクウッドとは異なりまして、ディスティラリーコレクションというね、スコッチモルト販売さんから継続販売されているシリーズの1本でございます。3月、4月におすすめの中で紹介した1本ですね。リンクウッドといえばね、私の動画の中でも実はたびたび登場している大好きな蒸留所であり、大好きな銘柄なんですけれども、このリンクウッド蒸留所のウイスキーっていうのは、なかなかそのシングルモルトとして、世にね、レギュラーボトルっていうのはほとんど出てなくって、大体はこういうボトラーズからボトリングされてるケースが多いんですよね。しかも、ジョニー・ウォーカーのグリーンのキーモルトとして、このね、リンクウッドの蒸留所のウイスキーというのが使われている大切な拠点の一つでございます。リンクウッドはね、これも嗅いだ瞬間、この12年に関しましては、蜂蜜レモンとかね、ほのかに後味にライムのようなフレッシュな香りが広がってって、ゴールデンウィークとかね、こう暖かい季節、初夏とか、それから春先にかけてね、楽しみたくなるような、すごく軽快で陽気なウイスキーなんですよ。しかもこれね、アルコール度数もかなり高めに設計されているので、12年のリンクウッドを飲んだことがあるという方に、ぜひ試していただきたい一本かなと思います。これはもうまさにね、クリームチーズにメープルシロップかけたりとか、あとはバニラアイスにかけていただいてもすっごく美味しいので、クリーミーで滑らかで、そしてフレッシュな特徴が際立つ、このリンクウッド12年、ぜひとも試していただきたいです。そして続いてがね、こちら。ボトラーズのキングスバリーから登場しているリンクウッドの13年でございます。これまたね、1年刻みの紹介なんですけども、こちらはね、シェリーダル熟成のタイプのリンクウッドなんですね。このリンクウッドの中ではちょっと珍しい、でもすごく人気の高いオロロソシェリーダル熟成のリンクウッドでございます。シェリーダルっていうとね、結構渋みとかスパイシーさが気になったりする方もいらっしゃったり、あとはかなり甘さもすごく強いよねって思われてる方もいらっしゃるんですけど、これはね、かなりこうシロップとかキャラメルといったですね、かなりリッチで滑らかな甘さが続くイメージですね。あんまりこうスパイシーさもなくて、とてもフルーティーで落ち着く華やかな香り立ちっていうのがずーっとね、こう喉の奥に抜けていきます。かなりクリーミーで甘口、滑らかなシェリーダル熟成タイプかなとは思っております。これはね、もうぜひマカロンとかね、あとはフロランタンとストレートで合わせていただくと、このね、滑らかな甘さというのがさらに余韻が長く続いていくので、ぜひとも試していただきたい2本でございますが、今回は番外編ということで、最後の1本の紹介をやっていきましょう。さあ、いよいよ最後の1本でございます。それがこちら。シングルモルトウイスキーのハイランド10年ということで、これ実は蒸留所非公開の1本でございます。ザ・モルトマンというね、ブランドで、メドーサイドブレンディング社というところから出てるんですけども、これのね、某山猫のウイスキーとされている、某クライヌリッシュのウイスキーじゃないかっていうふうに言われてるんです。これはね、名前がやたら長いんですけれども、すごく私の中でやっぱり印象に残った1本かなと思います。なかなかね、謎に包まれたボトルなんですけども、飲んでいただくと、あ、これは蒸留所なのかなっていうね、ほのかな塩気とね、クリーミーさっていうのがすごくね、わかりやすく広がっていきますね。しかも、その蒸留所では珍しい、熟成後にポートワインの樽に詰め替えて追加熟成を施しているということで、ポートワインフィニッシュタイプのウイスキーなんです。私結構ポートワインフィニッシュのタイプのウイスキー好きで、もう本当にね、こう、甘美なね、フルーティーさと、レーズン、アプリコットといったね、すんごく甘くギュッと詰まったフルーティーさが広がっていきます。こう春先にかけての華やかなフルーティーみたいなタイプっていうよりかは、秋から冬にかけてしっとりとね、オンザロックスとかストレートで味わいたい、かなり濃密なしっとりとした甘さのフルーティーかなと思います。蒸留所非公開とはされてますが、この蒸留所の14年ボトルのレギュラー品に関してはちょっとね、ほのかな塩っぽさみたいなところがあるんですよね。このボトルもしっかりとそのかすかな塩っぽさみたいなところが感じられて、それがねまたいいアクセントなんですよね。香りの甘さとかしっかりとしたね、このフルーティーさがまた欲しくなるループが発生する一本でございます。私としてはですね、このグラスに注いだ時の色もすごく綺麗で、ボトル越しでもね、わかるんじゃないかなってぐらい、ちょっと赤みがかった色合いをしてるんですよね。すごく透明感のある綺麗なね、この赤みがかった琥珀色なので、10年熟成とは思えないぐらいのしっかりとした飲み応えやコクというのを感じることができます。濃密な甘さ、そして後味のスパイシーさ、それからちょっとしたね、この塩っぽさみたいなところのバランスが絶妙なので、ぜひとも味わっていただきたい、これ最高の食後酒の美酒なんじゃないかなと思っております。これは何か合わせるんだったら、ストレートでね、レーズンバターとかともシンプルにね、合わせやすいし、あとはやっぱりね、クリームの入ったレーズンサンドですよね。この周りのね、サクサクホロホロの食感と、そして中のクリーム、レーズンのちょっとした渋みや甘さ、これと絶妙に合いますし、あとはこうチョコレートの上にくるみとかピスタチオとかオレンジピールとかね、乗っているようなマンディアンチョコみたいな、プレート状のチョコレートとかともすごくこう複雑なね、甘さとかほろ苦さとかっていうところが絶妙に絡み合いますので、これはね、すごく合うんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回はですね、番外編含めると結局7本紹介してしまったんですけれども、この1月6月の上半期振り返り5本というテーマで紹介してまいりました。せっかくなのでね、今日の中で何か1本、ちょっとハイボールでいただいていきたいと思います。皆さんも何か一緒にハイボール作っていただいて乾杯していきましょう。さて、いよいよ完成いたしました。今回はですね、どのハイボールにしようかすごく迷ったんですけれども、やっぱりね、こちらの濃密フルーティーなグレンリベットのイリシットスティルハイボールいただいていきたいと思います。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。ではまず香りから。いいですね。ちょっとこう、オレンジピールみたいな爽やかで、ほのかにこう、苦味を伴うようなね、印象もあるかなと思いますが、すごくこう、フルーティーでね、香り高くていいですね。うん。もう嗅いだ瞬間から、あ、甘くて美味しそうっていうのがわかりますね。ちょっとね、やっぱこう、応答系の蜜が詰まった甘いキュッとしたね、フルーティーさも立ち上がってくるかなと思います。では、いただきます。うん。あ、美味しい。意外とハイボールで飲んでみると、ちょっとこうね、奥の方にナッツであったりとか、穀物系の香ばしいイメージも少しあったりしますね。うん。すごく滑らかに伸びていて、やっぱり癖がすごく少なくて、まろやかなハイボールかなと思います。ちょっとね、濃いめに作るぐらいが美味しいかなっていう印象ですかね。あとはグレープフルーツのピールを軽くね、ちょっと振ってみたら、またガラッと印象変わるんじゃないかなと思いますね。私も気づけばね、残りちょっと半分ぐらいしか残ってないので、大切に味わっていきたいなと思っておりますが、ぜひね、このグレンリベットイリシットスティル、すごくね、濃密なフルーティーグレンリベットなので、飲んだことないって方はぜひともお見かけの際に試していただきたい一本かなと思っております。はい。ということで、今回はですね、1月6月を振り返ろうということで、上半期私が特に印象に残ったウイスキーというのをまとめてね、5つプラス2番外編で紹介させていただきました。皆さんが印象に残ったボトルと何か重なったものありましたでしょうか？そして皆さんのね、上半期お気に入りだったボトルとか、印象に残ったウイスキーなどはぜひコメント欄でお待ちしております。今後もですね、このチャンネルでは家飲みの楽しみ方や美味しいハイボールの作り方、がっつりレビュー系動画など様々上げておりますので、ぜひね、あ、ウイスキーいいな、また飲みたいなと思ったら、また次回も遊びに来ていただけると嬉しいです。また YouTube 以外ですと、音声配信でサブチャンネルやスタンド FM、ボイシーといったね、音声配信もやってますので、気になる方は概要欄のリンクからフォローしていただけると嬉しいです。また1点ね、お知らせになりますが、お酒好きな方とお酒の配信者がつながるコミュニティ、さからばというコミュニティがありまして、Discord というアプリを通じてね、皆さんでいろんなトークルームで盛り上がったり、たまにはね、こう音声チャットで盛り上がったりですとか、いろんな各お酒のルームで盛り上がってますので、もしご興味ある方いらっしゃれば、無料で入ることできますんで、概要欄のリンクから遊びに来てください。日本酒、ビール、ワイン、ウイスキー、カクテルなど、様々お酒のルームでお話ししております。そして次回予告なんですけれども、次回はですね、私がここ最近でもすでに1本開けて2本目に突入しているあのウイスキーのハイボールのアレンジレシピをね、この時期にぴったりなアレンジレシピっていうのを紹介していきたいと思います。ヒントはね、木漏れ日でございますんで、皆さん今日ですぐ分かったんじゃないかなと思いますが、せっかくなので私がおすすめのアレンジレシピを実際に検証してみてね、紹介していこうと思います。では皆さん、次は久しぶりのハイボール極める編でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。